やあ、また出会ってしまったな。今回も今回で44年のドイツに配属されてしまった。しかもまた SS というね、いい加減どこかから抗議が来るぞこれ。さて情報によると前回海に蹴り落としたのにもかかわらず、懲りずにトニーが暗辺に空挺降下してきたらしい。奴らは死に通じる橋と駅を確保し、我々の大きな脅威となっている。これを排除し市内のトニーを駆逐し駅を奪還することが最終目標である。さて作戦を立てなければならないが、地図からもわかるように市内へ通じるルートは限られており、さらにトニーどもは愚かにも橋の南詰めに超走砲を確保している。これを粉砕し橋を迅速に脱出し市内に突入しなければならないが、装甲戦力を伴っているとはいえ、トニーどももバカではないので防御を固めていると考えられる。だが地図に記されていないものの、道路橋東側に崩壊した船橋があり、主戦力が橋頭保のトニーと交戦している間に船橋を伝って市内に侵入すべきである。そしてその点検隊にこのゆっくり分隊が名乗り出たわけである。ちなみにお気づきの方もいるのだろうか、今回ゆっくりが分隊長である。別に前回の戦いで昇進したとかいうわけでもなく、ただ攻略方法が分かってない者が分隊長をすると十中八九負けるのでいやいややってるのである。自ら進んで中間管理職やるやつなんかいるか。まあ今回は味方がひたすら船橋と連呼しているのでみんな攻略法分かってそうだけどね。さあトラックから降りたがここからは時間の勝負。トニーどもが配置に着く前に素早く溶かしなければならない。というか今回の味方元気だな。元気すぎてうるさいくらいには鉛から外国人義勇兵も何人かいるみたいだし連動に問題はなさそうだな。おめえも義勇兵みたいなもんだろ。しかも劣等民族の誰がクソジャップだとてめえ。そこまで言ってねえよ。そういや前地雷で敵戦車に肉薄してたらイギリス人に神風やろうっていじられたな。やっぱクソジャップじゃねえか。それはそうと船橋まではたどり着いたぞ。主力が足止めされている間にみんな早く渡るんだ。なんかアスレチックみたいだなこれ。工兵も対空砲設置して援護してくれてるから余裕そうだな。たまに誤射されるから怖いけど。さあ中間来てぐっとやっぱり上がったなトニーめ。みんな煙幕を投げろ。場所が特定されているから顔出した瞬間吹き飛ばされるぞこれ。撃たれながら飲む水は最悪やな。だとしても前進しなければ。じゃあ撃たれた。軍隊の損害はそこまで出てないからまだいけるぞ。ロス。はい、栄光弾すっごい綺麗。I can call an RD right now.ナイス義勇兵2機。あっつね、一足先ある腹に行くところだった。トニーを侮ってたわ。結構当たんじゃねえか。撃ったあっつね。とか成功したのでさっさと市内に侵入しましょう。スポーン設置するためには通信兵が必要だがさっき川底に沈んでいったからな。やーい、下手くそ、一発も当たってねえぞ。通信兵がいなくともあと2人分隊員がいればスポーンを設置できるのだが、よし義勇兵2機はついてきてるな。とりあえず先行しよう。いやなんかいる。とりあえず通行しとこ。回復ありがとなす。あ、後ろにいるのか、トニー。お前味方撃ってねえか。まあいいや、犠牲出てないからよし。よし、なめくじがいそうなところにスポーンを置いたぞ。というかさっき戦車マーカーを置いたせいで味方困惑しててくさ。さあ拠点に急行するぞ。撃っちゃあトニーどもがコソコソしてる。通報して爆撃してもらおう。この建物良さそうだし新しいスポーンを置くか。ということで通信兵派よこい。操作ミスってスポーンを置けなかったぞ。すまんな通信兵2機。それはそうと1分隊で拠点にゲリラ攻撃仕掛けてもどうしようもないから味方の溶かし援をしよう。あ
ハルハラから帰ってきたぞ。皆殺しにしてやる。なんかゆっくりがいなくても許可できたっぽい。分隊員優秀だな。そして橋の上の味方爆撃されててはロス。さて時間が飛びまくって橋は陥落。ゆっくり分隊は次の拠点へ邁進中。ただトミーが未だに橋で抵抗を続けてるらしく主力が足止めされている。この引きこもりポイントスポーンに良さそうだな。どうやらトミーどもは戦術的に優れても戦略的には劣っているようだ。そうやって橋に固執してるがいい。我が分隊が拠点をかっさらっていくだけだ。おい通信兵やっと来たと思ったら死んだぞ。しょうがねえな、助けに行くか。死後痙攣起こしててくさ。はいさよなら。モルヒネぶっ刺してやるから待ってねえ。いや撃たれた撃たれた。私は善良な市民です。撃たないでください。アップネアップネ死ぬとこだった。2回もある腹いったからもう行きたくないにゃ。さてと引っこもり引っこもり。公平行き名前からして北欧出身か。うわ手榴弾投げるのやめろ。心臓に悪い。さあかかってこい。いつでもいいぞ。まだか、はよこい。来ないのならこっちから行くぞ。Yeah, I got graveyard covered. Okay, I'm waiting behind. Yeah, the graveyard. MSP or a rally point. They have nothing. We are so quick. They don't have a place. MSP is around the point. 銃声的にこっちか。They are spawning the old fob and stuff. Yeah, there is nothing here. Can't cap.通信兵の仇じゃ、地獄に落ちろ。さてと拠点内に入ったが未だに主力は足止めを食らってる。この建物の2階にいるのか。なんで聞いたら黙るんだよお前。まあどの道クリアしないと厄介だから見に行くか。誰もいませんよ。いや義勇兵に気ぃ過ごすもんね。2階にいるらしいから手榴弾でもプレゼントしてやろう。撃っていいのは爆殺される覚悟があるやつだけだぞ。さすがに引き肉になっただろ。ネイドってなんやネイド、ラードの仲間か。あ、手榴弾のことね。川崎に行け、援護してやる。死体確認よし。2回クリア、突入せよ。戦艦が上がってくるぞ大臣。うわ2人とも行っちまった。標準首から生えてんぞ。とりあえず叩き起こすか。さてまたまた時間が飛んで、第3拠点を確保し第4拠点を攻撃中。なお相も変わらず主力は橋で足止めされているので、第3拠点に続き第4拠点もゆっくり分隊だけで攻略することになりそう。さてトミーどももさすがに拠点を失って焦ってるだろうし、次拠点に増援を送り込んでいることだろう。そこをぶったたき、奴らの戦力を削るのが作戦だ。なお参加人数は1人、ゆっくりだけな模様。うわ、私の人望、なさすぎ。とりあえず森に入ってこそこそしておこう。ドイツ兵は基本陰キャなので日光に当たると蒸発するのである。それはそうと予想通り敵のスポーンがあったな。逃げようとしたってそうはいかんぞ。よしやったな。さてと急いで行かなきゃトミーがウジみたいに湧いてくる。行ったそばからこれかよ。通報通報、味方なんとかしてくれ。くっそ逃げられた。逃げ足だけが取り柄かお前らは。追跡しなければ。ほとんど動いてないやんけ。舐め腐ってるな。その油断が敗北につながるんだぞ。ということで北欧2機に連絡してきてもらおう。お、ちゃんと来てくれた。まだ人望はあったみたいや。大変、爆発するぞ。敵の物資だ。スポーン作られても面倒だから破壊しとこ。ダーマや。いや、撃たれた。なことより。さて敵拠点はまたまた陥落。
アルハラに行くたびに拠点取れてるからもしかして。お棚ぼた、敵スポーンを発見。話を戻すとゆっくりがアルハラに日帰り旅行行きまくれば拠点もすぐ取れるのでは。まあそれはそれとして破壊破壊。破壊は饅頭の最大欲求だから満たさないとねー。駅までたどり着いたが相も変わらず誰もいねえな。さっさと作戦成功させて休暇でも取るか。銃声したけど何もいないやんけ。よっこらショット。足首をくじきました。さてと今はどこにいるのかな。うわお前地図見てる。Even more west.敵の北側に回ってきたがトミーがわらわらいるなーってスポーンあんじゃねえかんな平原のど真ん中に鉄鋼兵もやけくそになってるだろこれ通報して空爆か砲撃でも送ってもらおう義勇兵2機がスポーンを敵スポーンの近くまで持ってきたからゆっくり分隊で攻略することになったよ本当に分隊員に恵まれて目から血が出そうだよどうやって攻略しようかねとりあえず突撃銃だけに突撃でもすればいいか。Vorwärts für Deutschland! Don't worry about digging, I'm spawning MSP and try and out straight. 敵と栄養砲に反してるぞ、出ていけ。普通使いしてくるとはしつけがなってない。なんだろう、ことあることに殺してくるのやめてもらっていいですか世界平和世界平和、争いなんて無謀なことはやめよう。友好の証として手榴弾プレゼントしてあげよう。これでジャガイモでも潰して食べてね。バラバラになるほど嬉しかったみたいだな。はい、かくれんぼの時間は。拠点取れる状態なのに誰も取りに行かなくて義勇兵2機が困惑してて草。というわけでまああの状態からトミーが逆転できるわけもなく無事作戦は成功かかった時間は1時間足らずとまさに電撃戦であったいや休暇でも取って本国に帰ってゆっくりしようかなそれはそうと最後に TK したクソ野郎てめえだけは絶対許さねえからなってことでお疲れ様でしたまた次回お会いしましょうさようならSquad one, that wasn't very nice. Squad one. Squad one.